これでもう迷わない。こんにちは、始まりましょう、ジラジラの時間です。はい、本日ですね、まあ宣伝です。はい宣伝させてください。一生懸命ちょっとね、ノートを書いたんですよ。で、書いたことについてちょっと喋らせてもらいたいなと思って、宣伝させてください。すいません。ということで、まあ、何を書いたんだ始まるということなんですけど、まあ、多い。まあ、この、なんだろう、質問がね、むちゃくちゃ多い質問があったのが、やっぱり、今から軽貨物を始めると。で、いろいろまあ、条件を聞くじゃないですか。ロイヤリティが 15%。リース代が3万円。で、とかね、事務手数料が、1万円とか。で、まあ、こういう条件でした。これって、どうなんですかみたいな質問が、まあ、多いんですよ。多い。まあ、DM でね、こういう条件で、社名とかも教えていただいてね、こういう条件でしたと。で、これってどうなんですかみたいなね、質問がね、まあ、多くて、で、やっぱりやったことない方、やっぱ軽貨物とか、まあそういう宅配ですよね、やったことない方って、わかんないんですよね。基準が。基準が全くわからなくて、相場っていうのが、まあわからないじゃないですか。果たしてロイヤリティが 15%? 単価が1個配ったら170円。で、そっから、ロイヤリティ 15% 取られるとかね。これって、普通なみたいな。安い高いとかね。で、リース代とかでも、あんなも言うたらね、まあ、会社のいいねって言ったらいいねなんですけど、だからそれも3万円とかね。で、3万円の中に、いろいろこの含まれてるのか、プラス、ほっから保険とかは自腹ですよとかね。でも、オイル交換とか、まあ、そういう、まあ、スタッドレスタイヤとかいろいろ、まあ、冬場とかあるじゃないですか。そういうのも、用意してくれてんのかとか、そういうのは自分で買ってねとか、のリース代3万円なのかとかね。いろいろそういうのは、なんか、いろいろあるじゃないですか。だからそういうのも込みで、もう相場がわからんと。そういうのが多いんですよ。だから、八村さんこれってどうなんですかみたいな感じで、質問いただいててね、DM とかで。で、まあそういうの条件を聞いて、僕はこう思いますよとか、これは、ちょっと高すぎますよとか、いや、こんなとこやめた方がいいですよとか、逆にね、いや、この条件めちゃくちゃいいやみたいな、そういうのもあったりするんですよ。ホレやったらもう絶対行った方がいいですみたいなとか、その質問に応じていろいろそういうのを答えさせていただいてたんですけど、もうこれは、ちょっと記事にしようと思って、書いたんですよ。はい。で、その記事がようやくちょっと出来上がりまして、今回ね、その宣伝のちょっと動画撮らせてもらってるんですけど、もう概要欄に、貼ってますノート、980円で、すいません。980円で、お願いします。どうにかお願いしますということで、980円で、今まで、その皆さん、視聴者の方が、行かれた、実際に行かれて、実際に条件を聞いて来られたんですよね。で、その条件で DM とか、コメントとかいただいたのを、実際にその、ノートでね、公開して、で、その、まあ、こういう条件でしょ。まあ、さっき言ったロイヤリティ 15%、リース代3万円とか、まあ、こんな感じでしたみたいな。で、それに対して僕はこう思うっていうのを、いろいろ書かせてもらって、っていうね。そういうのを、まあ、何社ぐらいやったかな ?7 社ぐらいかなの、やつを全部比較 して、で、この条件はやめた方がいいとか、これはいいでとか、で、こういうところ行ってくださいとか、そういうのをね、細かく、書かせていただいたので、まあ、よかったら、それを見てほしいなっていうのと、やっぱりその、まあ、なんだろう、まあ、980円取らせていただいて、偉そうなこと言うのもあれなんですけど、よく考えてくださいよ。よく考えてください。ここからまあちょっと営業トークなんですけど、よく考えてください。一社に面接行くと。で、言うのでもね、やっぱ電車代とかバスとか、まあいろいろなんか交通費かかるじゃないですか。で、ちょっと早めに行こうって言って、ちょっと早めに着いて、ちょっとコーヒー一杯でも飲もうかみたいな感じで、コーヒー一杯飲んで。で、また帰りね、1時間か2時間ぐらい、まあ1時間ぐらいかな、面接とかちょっと話させてもらって。で、また電車乗って帰ったりとかして、帰りちょっとコンビニでなんかちょっとお菓子とか買ったりして、っていうのをやってたらね、大体ね、まあ、なんか1000円ぐらい行くんですよ。時間も1時間と、交通費込みで、1時間2時間ぐらいかかってね、
で、まあ、1000円なんか、まあ、行くじゃないですか。そこを考えたらですよ。何社も比較ができて、980円で買えるのはお得じゃないのかという営業トークをさせてください。はい。っていうので。そうです。そういうノートを書かせていただきまして。まあ、これ多いんで、ほんまに、実際にね、もう契約した後に、相談とかされることがあるんですよ。もう、サインしましたっていう、その後に、でもサインした後に気づいたんですけど、これ普通なんですかみたいな聞かれるんですけど、いやいやもうサインしてもうてるやんと思うんですけどね。する前にせめてする前に言うてくれよって思うんですけど、でも申し訳、まあ僕もね悪いんですけど、やっぱそういう DM がすごい、まあ嬉しいんですよ。 DM すごいいただけるんですけど、そういう DM が多すぎて、ちょっと返せてない、半分ぐらいおそらくね、返せてないんですよね、その条件、これってどうなんですかみたいな、条件送られてきてもらっても、もうおそらく、まあ、ほんまに1年ぐらい前の DM とか結構残ってたりするんで、おそらく30件、40件ぐらいまだ、返せてないとかあるんですけど、すいません。そうなんですね。もうちょっと、なかなかね、一人一人返したいんですけど、見させてはいただいてるんですけどね、ちょっとそういう、返せてなかったりするんですけど、まあ、でもそういう方もね、やっぱ分かれへん、分かれへんってなるぐらいやったら、今回僕、ノートで全部まとめたんで、で、いろんな方がね、やっぱいろんなところにも、こう、面接行って、やっぱ一人一人こう、言われる条件が違うわけですよ。で、車屋さん、最近とかやったらね、やっぱ結構、車屋さんが軽貨物に参入されるっていうのが多いんですよね。で、そういった車屋さんが参入された、まあ、条件、まあ、特典みたいなんで、こう、リース代がタダですよとか、やっぱそういうのあったりするんで、そういうんだって、どうなんみたいな、とかね、とかね。やっぱその、条件って結構その、委託会社とかによって結構違ったりするんで、だから、もう比較がね、その一社しか受けてへんかったら、比較ができないんですよ。一社だけ受けたい。一番最初に行ったところで、なんか、担当の人が感じ良さそうやし、決めたとかね。そういうなんで決める人いるんですけど、それダメですよ。担当の人が感じっていうのは、ものすごい、こう、いいポイントですけど、でも、それって当たり前なんで、担当の人がいい感じやったって決めたみたいな、そういう DM とかあったりするんですよ。話見て、その担当の人がなんかすごい感じ良さそうで優しそうやったから、そこにしましたとかね、そういうのあるんですけど、いや、いいんですよ。もちろんね、すごい怖い、ちょっとあっち系の人が面接に来るより、感じのいい人が来られる方が絶対いいのはいいんですけど、でも重要なんてそこじゃないじゃないですか。やっぱりそのロイヤリティだとかね、やっぱそういう条件が必要で、やっぱね、感じのいい人やから行ったら、じゃあ稼げまへんでしたとかね、なっても、それはでもそこを選んだ自分が悪いやろっていう話になってくるんで、やっぱりまあ、ちゃんとした、いい稼げる条件のところに行かないと、自分にどんだけ能力があろうが、条件が悪いと、あれ稼げないんですよね。ほんまにそれだけは、何、軽貨物、そういうので、稼げへん委託会社に入ってしまって、うんで全然軽貨物も、どんだけ頑張っても売り上げ30万ぐらいしか行かへんみたいな。で、もう全然軽貨物高い稼げへんやんけ、みたいな感じで辞めていく人が、こうね、なんかもう捨てゼリフ吐いて、全然稼げへんやんけ、みたいな感じで、経費ばっかかかって全然稼げへんつってやめていくみたいな。んで、なんかこう、宅配のことを悪く言うとかね、あるんですけど、それってでも、もう稼げへん会社にいるから稼げないんですよ、正直。経費がかかりすぎるとかね。俺、経費がかかりすぎる委託会社を選んでしまってるんですよ。だから、なんやろ、その、初めの入る委託会社ってむちゃくちゃ重要で、もうそこで、もう自分にね、ほんまにむちゃくちゃ配る能力があるのに、まあだからその発揮できずに、全然稼げずにね、もうだから廃業していく方とかもやっぱいるんで、もうひたすら搾取していくみたいな、ドライバーからひたすら、根こそぎ取ってやろうみたいなね、やっぱそういう委託会社って、まあほんますごいブラックのとか、あるんですよ。やっぱ未だにあるんで、で、そういうのも、それが果たしてブラックなのかね、やったことない方やったら、わかんないんですよ。もう、それが当たり前やから。その条件が当たり前で、ずっと稼働してたら、もう月にね、だから、もう、売り上げとかね、もう30万ぐらいしか残らへんと、経費とか引いたら、こんだけやってても、
経費引いたらもう30万ぐらいしか残らない。でも、同じ個数配ってても違う会社に行ったら手取りで40万残るのに、ここの会社にいるだけで手取りで30万しか残らへんとか、やっぱそれぐらい差がね、出てしまうことがあるんです。その委託会社によって。だからそういうのはもう、やっぱりもう入る、選ぶ委託会社によって、だからもうそういうのは稼げる稼げへんって変わってくるんで、で、辞めた後とかもね、すんなり、もう普通に綺麗に辞めさせてくれるとこもあったら、辞めるときに、いろいろその、お金を請求してきたりとかね、そのリースで借りてたら車の、まあ、いろいろ、もう全部回復させろみたいな、全部、元に戻せみたいな感じで、いろいろ請求してくるところとかもあったりしますし、やっぱそういうところとかもね、やっぱ全然、変わってくるんで、お金の、辞めた後もね、やってる時もそうですし、だからやっぱ委託会社ってすごい、最初の委託、選ぶ委託会社って大事なんで、もうそこでミスったら、もう、どうしようもないんですよ。だからもう配れへん、とかね。まあそういうのもありますけど、まあ自分の能力もありますけど、もう委託会社がもうどうしようもない委託会社やったら、配れる配れへん以前の問題なんでね。だからもうほんまに、惜しい人っていっぱいいる、と思うんですよ。いたと思うんですよね。だから委託会社に恵まれずに、もうすごい能力があって、すごいやる気もあって、そのセンスもある人がいっぱいいたにもかかわらず、委託会社が悪かって、もうすべてね、まあ、逆に借金してしまって廃業してしまったみたいな人って絶対いると思うんですよ。だから、まあ、なるべくね、そういう人を、まあ、減らしたいというか、まあ、そういうのは気をつけてほしいっていう意味も込めてね、今回、まあそういった、こういう会社はもう絶対に行かんといてくれとか、こういう条件を参考にしてくれとか、いろいろその比較、やっぱ何社も僕今回のノートで、書かせてもらったんで、で、それを見たら、今からこう面接行こうとか、今いる自分の委託会社とか、条件どうなんやろとか、だからそういうのはもう比べてもらって、え？みたいな。俺の今いる委託会社、むっちゃ条件悪いやん、みたいな。世の中にはこんなにいいところがいっぱいあるのか、みたいな感じで、それやったらもうちょっと探してみようかな、みたいな感じで移動するっていうのも、まあ一つの手ですし、まあ逆にね、今いるところってこんなに恵まれてるんや、みたいな。だから、こんなにいい委託会社なんやな、みたいなのも気づく場合もありますしね。やっぱり自分の今いる委託会社にすごい不満あっても、こうやって周りの委託会社を比べてみたら、自分の会社ってめちゃくちゃ大事にされてるやんって気づく場合もありますし、で、逆に今からほんまにいい季節になってきたんで、俺前冬に動画出しましたけど、もう今は絶対委託っていうか、軽貨物やるなっていうね、冬頃、そういう動画出しましたけど、だから4月ぐらいまで絶対待った方がいいっていうね。絶対今やらん方がいいっていうのを出しましたけど、だから今ちょうど、ほんまに今が一番いいと思うんですよ。ほんま4月、3月、4月ぐらいから、始めるのが、まあいいんじゃないかなと思って、雪ももう降らないですし、気候もね、だいぶ安定してますし、やっぱ冬だと、こう雪とかあったりするんでね、まあスタッドレスとかもありますし、まあそういうのはタイヤを買わなあかんかもしれんけど、今やったら別にもうこっからずっとノーマルでいけるんで。で、まあ涼しいというかね、まあ寒くもないし暑くもないんで、いい季節ですし。で、まあ繁忙期とか、まあそういうどうしてもお中元とかお歳暮とかそういう時が、宅配とか忙しいんですけど、その時期までにやっぱある程度その宅配のイロハっていうのをこう覚えやすいですし、まあほんまに、夏になったらね、マジサウナなんすよ。車の中マジサウナなるんですけど、だからまあ、それまでにね、サウナやし、車はサウナやし、全然軽貨物のことわからんし、みたいな、ダブルパンチだったらだいぶ痛いんですけど、まあ、こっからその夏までまだ、時間もあるんでね、その間に、そういった軽貨物イロハっていうのを覚えて、技術とかも上げてね、少し、でも、こう、慣れてもらえたら。んで、まあ、ちょうど繁忙期の時に一気にガッて、能力発揮して、まあ、その1ヶ月、2ヶ月で、もう売り上げを一気にね、80万とか、そんなもん稼げるような能力になってるかもしれないんで、だからちょうど今ぐらいから始めるのはいいと思うんでね。だから、まあ、ほんまに。で、まあ、選ぶ会社ですよね。だから、どういうところ行ったらいいんやろうとか、やりたいけど、この条件聞いたけど、これはいいのか悪いのかわからんな、みたいな。んで、周りにやってる人、こんな宅配とか軽貨物やってる人いい品し、相談できる人いい品し、みたいな方もね、やっぱ、そういう、むしろそういう方に向けて、書いたんで。だから、そういう方で、もしよかったら、ぜひぜひ、僕のノートを、マジでよかったら見てください、ということで、あと、ちょっと、
これ全然いらない買ったかもしれないんですけど、あの、おまけでね、おまけで僕の年収をちょっと公開させていただいてるんですよ。前、これノートに、二記事目なんですけど、一記事目に、何?僕の、その時のやってた仕事、今、今の社長に、この、なんやろ、この、拾われてというか、感じで今の会社行ってるんですけど、その前、何をやってたかっていうのも、書いてたんですよね。いや、前の一つ目の記事に、今の仕事とか、前の仕事はこれをしてましたみたいに書いて、で、次、新しく、二記事目に何か書こうかなみたいな。なんか最後に俺のこのプライベートなこと何か書こうかなっていうので、何しよっかなっていう時に、たまに聞かれるんですよね。八丸さん年収教えてくださいみたいな。だから、あ、そうや、年収公開しようって思って、全部の、サラリーマン、僕サラリーマンしてるじゃないですか。サラリーマン兼、経過物やってるんですけど、あと、この YouTube とかね、この YouTube とかも含め、もう全部含めての、サラリーマン、デリプロ、YouTube か。とか、全部含めた、僕の年収をね、公開させてもらってるんで、まあ、そこはどうでもいいよって思うかもしれないですけど、まあ、おまけ程度に。やらしてもらってるんでね。どうなんだろう。でもまあ、サラリーマンの、僕今35じゃないですか。35なんですよね。で、その、35歳の、その全国平均年収みたいなのあるじゃないですか。によりは、多いですよね。はい。ほらね、まあ、それよりかは、多いです。じゃあ、果たして、どこまであるのかみたいな。お前、サラリーマン、やけど、個人事業主みたいに、その1000万ぐらい持ってるのかとかね。1000万あるのかないのかみたいな。まあ、そういうのも、込みで、公開してるんで。まあ、よかったら、おまけ程度にそれは見てもらえたらな、と思います。はい。今日はね、宣伝させてくださいよ。いいじゃないですか。ということで。これからね、ほんまに、軽貨物やる方にとって、やっぱり委託会社っていうのはすごい大事で、で、いい委託会社にならないとね、やっぱ稼げるもんも稼げないんで、能力を上げようが、どんだけ配ろうが、やっぱ稼げない会社にいたらね、どんどん経費だけ捉えれてって、やっぱ全然お金残っていかないんで、やっぱそういう最初の、ほんまに委託会社っていうのはすごい大事で、まあ一番いいのはね、自分でその何社も受けるのが一番いいんですけど、もう、やっぱり、この手間やと。やっぱもう自分一人で5社も6社も7社もこう回ってられへんという方のために、まあ僕がね、まとめたんで、それを見てもらったら、大体のその相場っていうのが、わかるんで、経過物と相場っていうのがわかるんで、ロイヤリティは大体どんなもんかとか、単価はどんなもん、リース代はどんなもんとか、大体の相場わかるんで、それと比べてね、今から面接行くところは、それと比べていいのか悪いのかとか、やっぱそういうのを比べてたら、あ、ここすごいブラックやなとか、逆にここむっちゃ条件いいなとか、そういうのは分かってくるんで。だからそういう、まあ、一つのね、参考にしてほしいなっていう記事です。よかったら、どうぞ。ということで、今日はね、ちょっとすいません、宣伝させてもらいましたけど、ちょっと次からはほんまに、ずーっと言ってるんですけど、ちょっと秘書のことはいい加減ちょっと、喋りたいんで、ちょっとその辺、喋らせていただきたいなと思います。それではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。